改めまして神尾博士です。餅を入れてその後食べた美味しかったです。小野大輔です。はい、ではですね、リスナーから届いたふすすとっていうかですね、年賀状なんかを紹介していこうかなと思います。年賀状来てますね。いっぱいのですね、年賀状いただきまして本当にありがとうございます。嬉しいです、ありがとうございます。はい、ペンネームメイさんです、ありがとうございます。ボス、ヒロシの D こんばんは。2010年の DGS は新曲が発売されたり、お誕生会が映画化されたりといろいろありましたね。2011年もアルバムが発売されたり、うん、初単独イベント開催といろいろ待ち受けていますね。個人的には放送200回記念と神谷博士生誕祭もとても楽しみにしています。イベント目白押しの DGS ですが、お二人は今年どんな年にしたいですか？では今年もお二人の活躍楽しみにしています。頑張ってくださいとのことです。可愛らしいウサギのイラストなんかも入っていますよ。そうですね、嬉しいです。ありがとうございます。かわいらしいですね。はい。今年どんな年にしたいですかっていう、なんか漠然としたこと言われてますけど、ちゃんとしてえな。なんかね、そう。ちゃんとしてたんじゃないですか。いや、ちゃんとしてたの。だから正月すげえちゃんとしてたの。あと誰とも喋ってないからすげえ喋りたいの、なんか今。そうですね。なんか絡まってる感じするんだよね、今ね。いつも以上にでもテンション、いいテンション。いい感じですよね。なんですよ、本当に。人恋しかったのね。そう、誰とも喋らずに黙々と豚を煮ていたからさ。豚との会話ですよね。本当ですよ、豚との対話ですよ。俺も豚と対話してた。でしょ？もう二人してなんか豚との対話をしていたからさ、誰とも喋ってなくてさ、本当に寂しくて。はい、でもなんかね、うんうん、その自分の身の回りのこと、まあ、片付けをしたりとかね、ご飯作ったりとか大事ですよね。そうそう、なんかね、うん、楽しかったっすわ。ちゃんとしてみるっていいですね。そう、ちゃんとしようかなと。2011年そう、なんかその社会奉仕とか言ってたけれども、ああ言ってた、そうそう、ユッチーが来てね、言ってた、なんか言ってましたね。ユッチーがゲストにしてくれて1月1日のね、あの辺の放送はなんか社会奉仕とか言ってましたけど、漠然とね言いましたね。そう、俺ちゃんとしたい今年。もう酒とタバコと女と喧嘩なしだな。達成してもねえのに、あれ否定しちゃう。拳炒めると、あの、包丁握れなくなるんで、みたいな。なんだろう、この。ダイソンの掃除機持てなくなるんで、みたいな。優柔不断なことかな。何これ。そういうお礼にしていこうかなと。ちゃんとしてますけどね、もともとがね。もっとちゃんとしちゃう？あ、でもなんかますます、なんかあれがね、一人で全部できるようになると、あかんかも。まあでもちゃんとした男が好きな女性もやっぱいっぱいいますよ。そうか、ダメな人が好きな女性もいっぱいいますけどもね。なんかある人好き、ね、うん、いや俺もっとダメになると思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ニコニコしてんだお前は。ダメになったざす。お前ただでさえダメじゃねえかよ。だからダメが行き過ぎると、いやいやしてんだよ。ほらダメすぎて逆にちゃんとしだすかもしれないじゃないですか。ああ、それはある。え、どういうこと？え、どういうこと？その逆説は分からん。うん、僕も言ってみたんですけど、うん、よく分かんなかったです。そうだね。よく分かんなかったんですけど、うん、逆にダメだから鍋ばっかり作ってあげたわけですよ。うん、おかげでお前ブーデーになったらしいな、ちょっと。ん？おかげでブーデーになったらしいね。いやいや大丈夫です。カロリーミット飲んでるんで。カロリーミット。全然大丈夫です。俺そういう人何人か知ってんだよ。大丈夫大丈夫、カロリーミット飲むからっていう人は全然多分大丈夫じゃなさそうだけどなって思うんだけどね。5粒飲んでるから。あ、5粒飲んでる。通常量4粒だと5粒飲んで大丈夫です。1粒飲んでる。ダースダース。あんま意味ねえと思う、ね。ダースダースダース。まあでも僕はちょっとここちゃんとしていこうかなと思いますけれどもね。まあそんな漠然としたちょっとね。そう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 、はい。どのようにちゃんとするかこれから決めますけれども。あ、でも他にもね、いっぱい来てますね。本当にイラスト満載でですね。本当だ。あのとってもやっぱり皆さんあの凝った年賀状を作ってくださいまして、あ、これ浜浜年賀状が来てますよ。あ、本当だ、浜賞ポスト、浜賞だ、うん、あ、本当だ、そんなんやったね去年ね。これは何だろう、あの小野くんがですね、まあ、イラストの中でマニーちゃんの格好をしておりまして、まあ、股間をですね鍋敷きで鍋敷きで隠されているっていうよくわからないイラストなんですけれども、なんでこの格好してないよ。何で書いたのそれ。今年は堂々とモスピョン。今年は堂々とどうやって、堂々とモスピョンって言った後で隠されてるんですけど、何かどういうことなんだろうね。何が堂々としてるのかさっぱり分かりませんけれども、ね、まあでもとっても可愛らしいですね。あのやっぱり基本的に今年はあのうさぎ年ということで、あのうさ耳が生えた、僕と小野くんを描いてくれたりとかですね、うん、でこれは何ですか、かわいいね、ミキさんかな、ミクさんかな、うん、からいただいてるんですけれども、うん、まあ、セント君の周りでこうご家族でお写真を撮ってらっしゃるんですね、はい、一番右 の、 あの女の子が彼女かな、うん、あ、とっても可愛らしい方ですけれども、うんうんうん、セント君の額にオノディって書いてあるね。ああ、俺です。お前じゃねえし、お前じゃねえし、俺の生まれ変わりです。生まれ変わりじゃねえし、お前死んでねえし、声やりたいです。
まあその他にも本当にね、いっぱいあのイラストを送ってくださいまして、まあこれなんかね、あのデュラララですね。はい。本当だ。イーサーやとシーズをね、あれも書いてくれたりとかですね。そうですね。本当にうまいね、みんなね。いや、ありがとうございます。うさぎ年の、はい、年賀状、本当に本当にありがとうございました。ありがとうございます。はい、引き続き皆様からの普通ストをお待ちしておりますよ。